どうも皆さんこんにちは、三浦です。さて今回はボスのクラーケン討伐、これいこう。セクシー、もう結構移動したね。怪人洞窟タラバンガニアン。到着。ありがとうジニーズ。よしミララ、クラーケンを探しに行こう。また来てね。どうやって帰るんだろうこれここまで来たのはいいけど、どうやって帰るんだろう。よし回復した。これセーブできないのかな。まあいいや、ね、次行こうか。お、シンデレラがいる。ん、今何やったんだろう。なんかパワーアップしたぞ。さあ次行こう。クラーケンはこの洞窟のどこかにいるはず。じゃあもうちょっと探すしかないね。うわすげえなここは。なんかお、なんか出てきた。ちょ、敵の数多すぎないね敵の数多いな。やべえ強そうだし、しかもうわうわうわ、危ない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 な。もうよし一人、なんか一番ヤバそうなやつやっつけたぞ。オッケー、次行くか。次行こう。ちょっとここの敵強いんじゃない、もしかして。うえー、罠あるんだ罠あったんだね。お、ショップがある。なんか買えるかな。ちょっと新しい武器欲しいよね、そろそろ。高っ、みんな高いじゃん。これなんだろう、シャドウジュエルナイフ、スーパーグレートレアだね。強さ120、すごい強い。値段が29,700。無理だ、これ。無理だな。一番安いやつでも7,884か。しかも、プチレア。レア度全然低いな。あ、ここら辺、ここ、あ、無理だったな。ここら辺も無理だな。うわー、まあ、全然お金たまんないな。今、3000ぐらいか。なんか強い武器欲しいな。お、場所が変わったよ。クラーケンがいるっぽい。いいねいいね。準備することもないんだよな結局。結構早かったな。イカのお化けっぽいってことだけど。あ、ちょっと待って、すごすぎない？ちょっと。もうちょっと可愛いやつかと思った。ぬおー、なんかすごい怒ってる。ぬおー、もう何もやってない。あ、イカスミ飛ばした。うわ、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 うわ。究極保湿クリーム手に入るかな？結局、イカスミなのかな？その正体は。あ、XA の必殺技撃てるぞ、これ。くれ！あら、大したことなかった。ちょっと待って、今出てなかったね。X ボタンと A ボタン一緒に置くの、押すの結構難しい。おい！よっしゃ！ぐるぐるスラッシュ！よっしゃー！結構ダメージ入った。うわー、足滑ってるよ。今すげえ足滑ってる。下画面の左下にスナックが、これ今溜まってんの。ちょっとタッチしてみようかな。これなんか呼び出せる。お、呼び出せる？ジニーズ呼び出せんのかな、これもしかして。あー、助けてほしい。あらら、ちょっと待って待って、俺がジニーズになっちゃってんじゃん。おい、ちょっとどうすればいいのこれ。なんかあのパワーダウンしてるような気がするんだけど。何よ。 Y ボタンはこれガードか。 Y ボタンガードで、ちょっと XA ボタンちょっとやってみようか。 XA、 おら、何これ。回復っぽいね今の誰も回復しなかったけど。何よ、うわー、元に戻りて。よし行った。あー、すごいの見た目だけだったわ。
歩き方どうにかなんないかな、この歩き方くねくねしてる。やったよし、じゃあ戻るか。これで究極保湿クリームは手に入ったのかな。兄貴会いたかったっす。ついてきてたんだ。あれあれ、マーマンたちも来てたの。自分頑張るっす。気になって後つけてきたっす。聞いて、私もついてきちゃった。究極保湿クリームのためにね。なんて言ってるの。通訳は私に任せて。なんか喋ってんのかな。お前たち元気だったか。ウェイだって。 あれノリがいい。なんかそんな話し方なんだ。なんかイメージと違う。ぬわーっつってるからね、怒ってんのかと思った。ここから先はマーメイドによるイカゴ翻訳でお送りいたします。自分も協力するっす。兄貴、この人たちあれが欲しいみたいなんすよ。 あれが欲しい。ちょっと照れてる。随分マニアックな趣味を持ってるんだな。ふう。じゃあ一丁気張るか。お前たち準備よろしく。ウェイ。気張るってどういうことだろう。ん？あ、今気張ってんだ。ちょっと待って、今どっから出したのね。すげえ気になるんだけど、それどっから出したのさ。これって嘘でしょ。究極保湿クリームの正体ってまさか、うんこ。うんこだね。え、メローラ姫はこれを肌に。やっぱ私やめておくわ。そっちの方だったんだ。俺せめておしっこの方だと思ったけど。でかしたぞミララキャップ。あれ本当に塗るのかな。ありがとう。二人ともありがとう。あ、よかった、今回は興味を失わずに。よかったわ姫。あの、そのクリームはやめといた方が。どうして。どうしてって、ほらね、ちょっと臭いから。それ確かにちょっと匂う。でもそれがまた効果ありそうな感じ。ほら、お薬だって苦い方がよく効くって言うでしょ。まあそうだけどさ。それはそうだけど、そのメローラ姫は元からお肌プルプルだし。ねえ、もっとプルプルになった私見たくないの。見たい。それじゃあプルプルになった私後で見せてあげるわね。ちょっとうんち塗りたくったってことでしょ。エステルームで全身くまなく塗ってもらっちゃおうっと。うわ。出すなよそれ。あ、トラウマになりそう。なんか